さあ来ました、この場所でございます。はい、ターコと杉浦太陽です。この場所ということはもうあの企画でございます、日本全国郷土料理旅来ました。それも10回目でございます。前回は熊本県の天草ということで、決まった後に調べるんですけども、僕も思い出も思い出しながら、こんな郷土料理やるんやなとか、僕自身も経験になっております。前回見ていただいた方は分かるように、日本地図にこうやってバーンって打ってそこの郷土料理作るんですけども、具合を僕が調整できたりもするんで、今回は東北エリアか北海道あたりをちょっと狙いながら打ってたらいいかなとは思ってますけども、10回目なんでね、いい料理ができればなと思っておりますので、さあ早速行きましょうか。日本全国郷土料理旅行きますよ、スタート。釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタじゃね。さあ場所を決めるのも10回目でございますよ。富山も行ったし、北九州も行ったし、四国も行ったし、関西兵庫県行ったな、北海道も行ってありましたね。本当にこれどこ行くかわからんから、ある程度ちょっと固めんといかんのよ。早速行ってみましょう。えい、お、惜しい惜しい、今いいとこ行ったぞ。粘着力が足りなさすぎてガム手貼ってますけども、えい、あ、行ったな。ここここここ、南会津が一番近いかな。南会津で行きましょう。南会津ということは福島県でございます。どんな料理があるのかちょっと調べてみようか。南会津の郷土料理調べたいと思います。さあ決まりました、祝10回ということで天ぷらまんじゅうにしたいと思います。それもですよ、天ぷらまんじゅうで調べたらいろんなところでも作ってるっていう情報があったので、名物ならではの天ぷらまんじゅうをそばで食べるという天ぷらまんじゅうそばを作ってみたいと思います。どんな感じになるんですかね。エビ天とか乗っけるそばとかは分かるんですけど、まじ買ってきたんですけども、和菓子ミックスがあったんでこれ全部いったのかなと思って、はい、こちら栗まんじゅうね、そして桃山カスカステラまんじゅう、何が入ってるのかちょっとわからないですけど、広島名物もみじまんじゅう、合わさってもいいでしょう、広島名物と。あとは酒まんじゅう、でかいんで存在感あるかなと思って揚げていきたいと思います。 YouTube っぽいよ、なんか郷土料理やけど、まんじゅうを天ぷらにしたことなかなかないんで、天ぷらこれをちょっと衣を出しながら、水をちょっと考えながら、天ぷらこうね、ちょっとダマが残るぐらいまで、種類が多いからこれがそばとどう合うのか揚げていってみましょう。最近のフレーは180度に設定でした。180度でもうキープしてくれるから。何まんじゅうからいく、栗まんじゅうからいこうか。ドボン、衣をつけて揚げましょう。いけ、よいしょ、揚がったら OK ってことやもんね。揚がせへんよな、大丈夫やな。あんこがボーンみたいになったらどうする。色がついてきましたね。こんな感じかな。もうちょっと入れとくか。この間にですよ、桃山だ。一個一個やらんと何まんじゅうかわからんようなんね、これ。何やったっけなこれって絶対なるから。言うてる間にこれが上がりました。クリボーみたいな、ほんまにクリボーの天ぷらです。たこ焼き揚げたらどうなんねやろな。ただのカロリー爆弾だ。たこ焼きこそ爆発しそうや。どんどん行こうか。これがカステラまんじゅうね。どっちがカステラまんじゅうだっけ。ちょっと待って、どっち、これよこれよ、あ、うん、はい、はい、こういうことですね。これがカステラね。もみじまんじゅうの天ぷらってありそうじゃない。和歌山か奈良か大阪の箕面やったかな、もみじの天ぷらって知ってる。もみじの葉っぱが綺麗なやつを天ぷらにして食べんねん。あれめっちゃ美味しいねん、知ってる。味あるんですか。味はあの衣に砂糖を多めにしてんのかな。甘い衣をパリパリに揚げてるから、葉っぱ食べてんねんけど衣が美味しいみたいな。昔花丸マーケットをレギュラーでやってた時に薬丸さんに話したら、何それってなって一回特集してもらった。もみじ天ぷら、だからもみじだろうがもみじまんじゅうだろうが絶対天ぷらには合うんですよ。さあそしてこれ空気結構入ってるからな。酒まんじゅうでかっ、パンやな。天ぷらのパンですよ。よいしょ、うわ、天ぷらを揚げる箸ってさこうなるやん。どうやったらならへんの、毎回拭くしかないのか。そのまま続けるって最後に洗う、最後に洗うしかないよ。プロみたいにこうパッパッってやるとあんまつかない。俺のパターンでいくとこれ天ぷら屋さん俺就職したらこんなこんなになっちゃうよ。箸の天ぷらなんてどっか修行してくればいい。修行するね、番組結構あったりするね。俺うどん屋さんとか結構修行行ってるんだ。あんかけスパの修行とかいろいろ経験してるんだ。さあもう酒まんじゅうに関してはもうメロンパンみたいになってます。
あ、でもサクサクよ、サクサク。はい、取れました、取れました。5種類のまんじゅうの天ぷらがここで完成いたしました。これをこのまま食べてもいいんですけども、あえてそばにしたいと思います。あらかじめお出汁作っておきました。あ、トークテーマ忘れてたわ。祝10回やからな、トークテーマ忘れてました。今回 の、 あのトークテーマ、ターチャンネルについてですね。始めて2年以上経ちましたけども、農業やったり釣りしたり船乗ったりキノコ狩り行ったり、まああらゆることをやってきました。僕のこのやってみたいこととか、僕の趣味の動画が多いと思うんですけども、あとは1周年記念で子育てとか、あの育児の質問コーナーやったりとかしたんですけども、皆さんはどんな動画を見たいかっていうのもちょっとコメント欄でお待ちしてますので、キャンピングカーも来て、キャンピングカー動画とかも増えていくと思うんですけども、メインの家族のことは結構辻チャンネルに僕はお任せしているので、ターチャンネルでしかできないことをやっていこうかなと思っております。郷土料理旅もそうですけども、ターチャンネルから発信する日本の良さみたいなのも伝えたいなと思ってて、魚は美味しいよとか、釣りしたらこんな魚がいるんだよとか、まあ、ワクワクしながらやる動画だったりとか、野菜作りとかはもちろんそうですけども、この郷土料理旅を踏まえて日本ちょっと旅したいなとか、コロナ禍で大変だった時期もあったんで、改めて食の魅力、土地の魅力を伝えられたらなっていうのをすごく感じてますので、自分が経験してきた子育てもやっぱりノアから始まってもう15年子育てしてますので、育児の悩みだったりとか僕の意見ですけども皆さんに伝えることができるので、こんなことをちょっと話してほしいとか、こういうことを聞いてみたいとか、そういうコメントもお待ちしてますので、ぜひ待ってます。というわけで沸いてきたので、そばを入れて完成させたいと思います。冷凍のそばがね、もう本当美味しいから、このコシがあって、これをあとはほぐしてるんですよ。あっという間にできますね。いいですね。さあ盛り付けていきましょう。よしよしよし、ね、このそばだけでも美味しいんですよ。おだち多めにしようかな。ネギ、ネギもね、このスタジオで作ってるネギがありますので、これをもう挟み、うどん文化の香川県ではこうやってお店に置いてあります。みんなハサミで切ってねみたいな。はい、こんなんでしょう。完成いたしました。これでは向こうで乗っけて食べましょうか。でよし行こう。さあこの時がやってまいりました。来ましたよ、5種類の天ぷらまんじゅう。これをそばに温座しましょう。温座そばでいきましょう。まずは栗まんじゅうからいってみるか。こういうことだよね。浸して、あ、サクサクをちょっと置いときたいけど、これをそばと絡めながらバツンと切ってみるね。よっ、割れました。うおー、栗あんが入ってる。栗あんとともにこのそばをいただいてみましょうか。うわ、絶対熱いやつや。いただきます。おお、甘い、甘いぞ。この天ぷらの油分とそばだしいってみるね。だしがうまい、だしがうまい。そばもうまい。そしてあまい。あずきとかさ、塩を隠し味とか入れてより甘みを立たせるとかするじゃないですか。スイカに塩とか。そばだしの塩味が天ぷらの甘さを引き立てて、あんがだしで溶けるんですよね。斬新だな。でもこういう文化があるんだもんね。でもなしではないのよ。これ本来はあんこのまんじゅうやと思うんですよ。桃山、これって天ぷらまんじゅう単体でそれですよね。それがプラスでそばですよね。だから一回これ食べてもいい、つけずにそれを味わわないと。そうか、元の味が分かんない。確かに元の味分からんかったな、そのままいったな。じゃあ先ちょっとお出汁使っちゃったんで、桃山の天ぷらまんじゅうのお味をいただきたいと思います。あ、サクサクだ。うん、これはあんこだ。こしあんのまんじゅう、揚げるとサクサクの食感も加わって、おやつ的にはすごくいいよ。これをそばに改めて入れます。まださっきのこもりますけども、こういうことですよね。それがそばに入るとどう変化するのか、こういうことだよね。お、意外とあんこ合うかもしれない。口どけは滑らかに消えていくんですけど、天そばがあるように天ぷらとそばの相性はすごくいいのよ。そこに中身のこの甘みがちょっと溶けていく感じが、うん、嫌いじゃないかもしれない。
エビ天が美味しいように、あんこが。不思議だな。うわ、めっちゃうまいとはさすがにならないんですけど、こういう食べ方もあるねっていう感じではあります。カステラまんじゅうちょっといってみるよ。どれが一番むしろ相性がいいのかもんだよね。これが白あんか。え、これ何？カステラじゃないですか。カステラ、カステラ味初めて聞きましたけどね、カステラまんじゅうって。オンザそばいきます。白あんはカステラ風の、カステラ風の生地で包んだ。あ、だからクリームっぽく錯覚するのかな。いきます。こしあんより食べやすいかもしれない。滑らかクリーミーさがあるんで、おそばをおやつ感覚で食べる感じなかなかないとは思うんですけど、だんだんこの天ぷらまんじゅうたちが溶け出してきてて、おつゆが美味しくなってきた。あの天そばの最後のそばつゆの出汁になってきたよ。これは溶けたら溶けたらで旨味が増してきます。言うたらこれ元は酢そばやから、天ぷらの成分が入っていくとやっぱり油がやっぱ旨味を出してくれるんだろうね。うん、この甘さに慣れてきた。さあ、ここでもみじまんじゅう。これは本当に広島にあると思う、この天ぷらは。うん、安心感があるね。ふわふわのもみじまんじゅうの生地に衣がつくとサクふわになって、あんこがやっぱ控えめの量だから生地を楽しむ感じ。これはそばに合うかもよ。結構浸した方がそばの出汁吸って美味しくなる。うん、甘いそば慣れてきた、マジで不思議。甘さの後にこの出汁食べると、和菓子食べた後にお茶飲むとホッとするやん。その感覚にちょっと近いかもしれない。まんじゅう食べました、お出汁でホッ、これがこの碗の中で完成してる。決してね、なしではないんですよ。さあ、そこででっか、新内登場、酒まんじゅう。いただきます。あ、酒かすの香りがすごいする。大人の味、いいですね。あんこがそんな強調せず、酒かすのふわっという余韻が天ぷら食べながら日本酒をちょっとピッていった時の感覚に似てる。これをインすると、存在感すごい。お月見そばみたいな、で出汁を吸わせながらお酒の感覚をどう楽しむか。あ、大人、一番大人な感じがした。そばつゆをすごい染み込んだら、あれじゃないですか、あのこうザルそば食べながら日本酒をキュッていく人、多分この風味に近い感じだと思う。めちゃめちゃ日本酒だわ。酔いそうなぐらい日本酒効いてるわ。うん、全部入れましたけど、いい感じに出汁が吸って、ああ、酒まんじゅうがすごい日本酒の風味になって、新しい料理が生まれたな、ここに。そば文化だからですかね、関西の方だとこれがうどんになるでしょうし、郷土料理調べてなかったらこの料理がまず出てこなかったんで、いいところに今回ちょっとバーンと当たりましたね。福島とかね、桃とかいろいろ有名ですけども、フルーツとか、あえてこのまんじゅうにスポットを当てていくっていうのがすごく面白かったです。本来ならね、地元では有名なまんじゅうがあるかもしれません。そういうまんじゅうをあげたら、これが会津若松の天ぷらまんじゅうだよってなるかもしれないですけども、今回はあらゆるまんじゅうをやってみて、それぞれの個性があるから、出汁とこう合わせながら食べていくと、不思議と自分の新しい味覚の発見という感じで、とても興味深かったです。こういう料理があるということでね、天ぷらまんじゅうそば、いろんな意味でね、この YouTube ということで、第10回目の日本全国郷土料理旅に当てはまったのかなと思っております。さあ、このね、ターチャンネルでは本当に先ほども話しましたけども、もうすぐ10万人も行くので、10万人行ったらこれやってほしいとか、なんかいろんなアイデアもお待ちしておりますので、ぜひ、コメント欄で、書いてもらえると嬉しいです。それではこの動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。まんじゅうでいいんだ。回ってる。10回なんで、調べ物をいつもどうやってやってるか特別編で。もうスマホでいつもこうやって調べてみる。まんじゅう。祝10回で、まんじゅうをただ天ぷらにするだけでいいのかどうか。買うときにまんじゅういろんな種類あったら買ってみて。天ぷらまんじゅうをそばの上に乗っけて食べるっていうのがあんねんけど、それは美味しいのか。あったかいそばに天ぷらまんじゅう入れんねんて。まあ、天そばやな、簡単に言うたら。これも郷土料理なんでね。じゃあちょっとまんじゅう買ってきますわ。これも地元の方の食べ方ということで、天ぷらまんじゅう作って、そば作ってのっけます。よし、買いに行こう。